アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた体側を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋リチェです。令和6年11月9日、場所は滋賀県布引グリーンスタジアムにて 2024X リーグ最終節となります。その一戦、西宮ブルーインズ対大阪ガススカンクスの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始12時キックオフ予定となっております。本日の布引グリーンスタジアム、非常に好天に恵まれました。遠くまで青空広がります。絶好の、スポーツ日和となっております。気温もそれほど高くなく、この点においてもアメリカンフットボールに適した素晴らしいフィールド環境という形でこの試合会場が現在展開されております。ただ会場、若干電波の状況が芳しくございません。配信の際、いくつか駒落ち等が発生するかもしれませんが、何卒その点はご了承いただきたいと思います。さあ、その好天の中、両チーム現在試合に備えましてのウォームアップに勤しんでいるところになっております。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。まずは本日はホームチームという形になりまして、手前側に陣取っており、チームカラーであるネイビーをまとっておりますのが西宮ブローインズです。創部1988年と歴史ある、そして、阪急百貨店において有志結成しましたチーム、当時は阪急ブルーインズとして日本社会人アメリカンフットボール協会に加盟しておりました。かつては一部でもそのシールを鳴らしておりました強豪勢の一角であります。現在は、X2 に甘んじておりますが、何としても X1 に復帰目指さんという形で今季も挑んでおり、現在は、その地位2位という位置を確保しております。しかしその前哨対戦におきまして、新鋭リードエフォートエールズに苦敗をなめられ、苦しいシーズンになろうとしておりますが、最終戦勝利しまして、その望みをつながんという形でこの一戦挑んでおります。さあ、その意気揚々、気合上がります、西宮ブルーインズに迎え撃つ形で、また井戸満という形でその向かい側バックスタンド側に陣取っておりますのが、大阪ガススカンクスです。こちらも1979年、さらに歴史ありますチームでもあります。大阪ガスにその母体を持ちまして、現在も活動をしております。X2、X3 を、しばしば入れ替わる形で、苦しい状況も続く時期ありましたが、その中一気躍進しましたのが2019年シーズン、全勝優勝を遂げるという形の快挙を成し遂げました。以来メンバーが多少変わりまして、再び苦しい時期にありますが、その、復活の時を迎えんという形で、現在この最終節布引の地に赴いておりますのが大阪ガススカンクスです。この関西でも歴史あります両チームによります一戦が、この日の第1試合目という形で用意されております。その試合に先立ちまして、両チームの代表選手にこの試合に関する意気込みをインタビューさせていただきました。今から流させていただきます。ぜひご視聴いただきたいと思います。
両チームの代表選手にこの試合に関する意気込みを、インタビューお答えいただきました。非常にはつらつとした素晴らしいインタビューだったと思います。ありがとうございました。さあ、文字通りこの試合が最終節となります。この一戦ですが、現在の、星取りの感情状況もご覧いただきたいと思います。ともに上位勢という形で奮闘しておりましたが、西宮ブルーインズは、現在2勝1敗という戦績を持ちまして、この最終節を迎えております。大阪スカンクスは、今季もやはり厳しい状況続きましたが、しかし、前節、見事勝利を果たしまして、この試合に、2勝2敗という形の五分の状況を持ち込まんという形で、強敵西宮ブルーインズに挑まんという形になっております。西宮としましては、この試合を勝利しまして2位を堅持したいというところですが、この試合もし大阪ガスが勝ちますと、勝ち星の点において西宮と大阪ガスは勝ち星が並び2勝2敗となります。この場合、X のレギュレーション上、直接対決の勝敗がその優劣を決める格好になりますので、もしここで大阪ガスが勝利しますと逆転2位という形になります。その点においても大阪ガスは何としてもその立ち位置を取り戻すためには、ここで勝利しておきたいという思惑がありますので、大阪ガスは何としてもこの試合勝ちたいという思いにあるでしょう。同時に西宮としてもそれは何としても許すまじという格好でこの一戦挑むという格好になります。共に優勝の機会は結果的には失う形になり、非常に苦しいシーズンになっておりますが、何としてもその思い遂げんという形でこの一戦の勝利を目指さんという両チームの一戦という形になっております。両チーム気合上がる中、審判団フィールドの方に入りまして、まもなく試合開始の時を告げんとしております。審判団両チーム首脳陣招き入れまして、これよりコイントスに入ります。令和6年11月9日、場所は滋賀県二匹グリーンスタジアムにて、 2024X2 リーグ最終節、西宮ブルーインズ対大阪スカンクスの一戦がまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前側に陣取りますのが、本日はホームチームという形になります西宮ブルーインズ、奥側はアウェーという形になります大阪ガススカンクスです。リンリンチャンネルさんはメッセージありがとうございます。
マイク入ってないところですが、どうでしょうか。音声今私の方では聞き取れているのですが、再度メッセージいただければ幸いです。入っているということですね。ありがとうございます。西宮ブルーインズキックオフ、大阪ガススカンクスリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の静止形で行われます。両チームサイドラインで激を飛ばしまして、これより試合開始となります。まず試合は西宮のキックオフで試合開始という形になります。キックオフしますのは西宮24番の大月です。京都教育大学出身の今季加入しましたルーキーです。さあ大阪ガスは現在ハドルしておりますが、リターンの陣形を組みました。リターンに入ったのは11番と6番の模様です。6番は川上、桃山学院大学出身のバイスキャプテン、リターナー11番は平田、京都産業大学出身です。さあリターンに入った、これは手前側のブロッカータイプの選手に蹴り込みまして、結果的に大きなリターンを防ぐ形で西宮いたしました。大阪ガスはその代わり自陣34ヤード地点を確保し、この位置から大阪ガスの攻撃という形になります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃は4回で10ヤード前進するか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは大阪ガス自陣33ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。さあまずはランニングバックに託しました。ランニングバック34番にハンドオフしまして、右サイドを突き中央切り込むように34番カードをねじ込んで約5ヤードから6ヤードのゲインとしています。倒れたところまでが攻撃の前進距離という形になります。まず大阪ガスはランプレーで5ヤードを獲得しました。その対役を果たしたは34番の辰馬でした。大阪体育大学出身のプレイヤーです。さあ攻撃は2回目に変わります。大阪ガススカンクスセカンドダウン5、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離5ヤード。さあ再び中央打った、攻撃権更新ファーサー、ここは大阪ガスランプレー重ねまして攻撃権を確実に更新いたしました。ランニングバック34番ハンドオフを託されまして、中央に体をねじ込み見事攻撃権更新を果たしております。見事大役を果たしたは34番の辰馬です。大阪体育大学出身、トータル10ヤードを稼ぎましたので結果的に攻撃リセットとなりまして、大阪ガスは1回目に攻撃戻ります。ファーストダウン10。これは西宮ナイスディフェンス。再びランニングバックにボールを託しました。今度は右オープンを掴んという形で34番に託しましたが、今度は西宮がディフェンスを見せました。9番見事なタックルをしまして、このラン阻止しセカンドダウンに変えます。素晴らしいタックル決めたのは9番の浅野です。大阪大学出身です。さあこの結果2ヤード下がる格好になりまして、大阪ガスセカンドダウン12に状況を変わっております。攻撃権更新必要距離12ヤード。
パス成功。クォーターバック4番、今度はオフェンスが攻撃の開始点から後方用に一度だけできる前パスを敢行しました。このパスを80番密集点でキャッチしまして、約4ヤードから5ヤードを獲得する形に成功しております。タフなキャッチを決めましたのは大阪スカンクス80番の池崎です。京都産業大学出身。そこにパスを投じましたのはクォーターバック4番の真柴です。大阪体育大学出身。大阪ガスサーダン8。さあ攻撃権更新をこの1回でできるでしょうか。必要距離は8ヤード。さあここで密集点にランニングアップを突入させました。オフェンスラインのパワーを使いまして中央突破を図らんというところでしたが、しかしこれは西宮は食い止めましてフォースダウンに変わります。さあ最後の攻撃権になります。大阪ガスフォースダウン残り攻撃権必要距離更新は4ヤードとなっていますが、この1回どのように行使するか。フォーメーションを変えました。パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図る策です。しかしパントによって攻撃は放棄という形になります。更新となりました。大阪ガス攻撃権更新です。このパントの際にパンターへのセンターからのスナップが乱れました。乱れた結果パンターは蹴ることができず、逆にこれを後期と見まして緊急発進でランプレーに変えました。この判断が当たりまして左オープン独走し一気に攻撃権更新を果たす形に成功しております。見事な判断で攻撃権更新を果たした大阪ガスカンクス6番の川上です。桃山学院大学出身。さあ攻撃放棄のところそれを継続するに成功した大阪ガス、相手陣44ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。これはナイスディフェンスです。クォーターバック12番、ここで奥に走り込むレシーバーにパスを投じんというところ、しかしそのカバーよくパスを投げ捨てる形でこの攻撃を放棄しました。結果的に攻撃権は1つ失う形でセカンドダウン2回目の攻撃に変わります。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。大阪ガススカンクスセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。さあここで中央へのランプレー、今度はランニングバックに託しました。34番ハンドオフを受けるやいなや中央に一気に切り込み攻撃権更新を図らんというところ、しかしこれは西宮9番がワンハンドタックルしましてゲインは6ヤードにとどめております。素晴らしいスピードを持って中央を切り込んだのは34番の辰馬、それを仕留めたのは9番の浅野です。大阪ガスサーダン4。見事攻撃権更新、大阪ガスファースト。ここ大阪ガスはランプレーによって突破しました。パスをフェイクにしてランニングバックにボールを託し、ランニングバック34番一気に中央切り込み、見事に攻撃権更新を果たしております。これによって大阪ガスは相手陣28ヤードからのファーストになります。大阪ガスファーストダウン10。パス成功。今度は右に展開していたワイドレシーバー1番にヒッチパスを投じました。真横に近い形の前パスを投じて1番の総力でキャッチアンドランを図り、これが見事に攻撃、功を奏しまして約4ヤードから失礼しました6ヤードの原因となっています。キャッチアンドランを見事決めましたが大阪ガス1番の功、江南大学出身。大阪ガスセカンドダウン4、ボールオン失礼しました、セカンドダウン3に訂正します。これは西宮ナイスディフェンス。今度は大阪ガスランニングバックにボールを託して中央トップを図らんというところ、この状況しかし西宮5番が見事対応しましてこのランを阻止する形に成功しております。素晴らしいディフェンスを披露したは西宮の5番の田中です。大阪大学出身。
大阪ガスサーダウン3、3回目の攻撃になります。攻撃権更新、必要距離3ヤード。これは西宮ナイスディフェンス。ここで大阪ガスはオプションプレーを行使しました。オプションはクォーターバックを持つかランニングバックに託すかの選択プレー。ここでランニングバックにピッチしまして右オープンつかんというところ、しかしここでディフェンス陣素晴らしい集まりにしてましてフォースダウンに変えます。大阪ガスフォースダウン7、フォーメーションを変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス41ヤード、さあ決まるでしょうか。さあ判定どうか、キック成功、3点獲得です。大阪ガスこの最後の攻撃権、これを見事フィールドゴールという形で決裂しまして先制となります。3点獲得となりました。これによりスコアは大阪ガススカンクス3点、西宮ブルーインス0点とスコアは変わっております。素晴らしい堅守を見せました、西宮のディフェンスが勝ち、この状況をなんとか突破できるかというところでしたが、しかし大阪ガスこの41ヤードのフィールドゴールを決めまして先制点を挙げるに至っております。さあその得点を挙げました大阪ガスのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開という形になります。従いまして失点をした側が次の攻撃を得やすい状況になります。大阪ガスキックオフを務めますのはキッカー22番の清家です。関西大学出身のプレイヤーが務めます。西宮リターナーは0番と22番を配置している模様。ここでイエローフラグ、反則が発生しております。審判団がフィールド上に黄色いウエストとしますと、これは反則発生を意味します。イエローフラグと称します。さあ果たしてどちらのチームにその反則があったでしょうか。まもなく審判団からコールされます。キックオフのアウトオブバウンズの反則です。キックオフのボールは外へ出してはいけません。サイドラインの外を割ってはいけません。この場合リターンチームは、5ヤード下げて蹴り直すか、出た位置から5ヤード進んだ格好の位置から攻撃か、あるいは30ヤードのペナルティの自陣30ヤード35ヤードかの攻撃のいずれかを選べますが、ここは5ヤード下げて再度キックオフをさせる形を選択しました。従いまして大阪ガスは自陣30ヤードに下げられてのキックオフやり直しです。西宮としてはここでキックオフリターンで何らかの形を策講じたいというところでしょうか。このキックオフもサイドラインを終わりました。再び反則という形になります。さあ今度は西宮どのように成功するでしょうか。さらに5ヤード下げてキックオフを再度やり直す形に、いたします。この結果大阪ガスのキックオフは自陣25ヤードまで下がりました。後ろに下がるということは必然的にそのキックで蹴り返せる距離自体が長くなってしまい、その距離挽回が難しいという状況になります。さあ今度はどこへ蹴るでしょうか。さあ後ろのリターナーにトスしまして、そこからリターナーは中央へ切り込みます。0番中央切り込みまして自陣45ヤード付近確保し、この位置から西宮との攻撃という形に変わります。リターンしましたのは0番の長吉です。江南大学出身。さあかなり後ろに下げた格好からのキックオフでしたので、有利な位置を確保する格好になりました西宮。
反撃なるでしょうか。ボールオン自陣45ヤードの位置からのファーストアンテン。まずパスが通りました。クォーターバック18番中央におりましたワイドレシーバー85番にパスを通しまして約3ヤードから4ヤード確保する形になっております。まず最初のパスをキャッチしましたのは冒頭インタビューには答えてもらいました85番の佐々木です。関西学院大学出身のチームキャプテンです。西富は5ヤード進みましてセカンドダウン5に状況変わります。ボールオンハーフウェイ。今度は大阪が見事に対応いたしました。今度はクォーターバック3番が自ら中央にその総力使いまして切れ込まんというところ。しかしこれは大阪ガスのディフェンスフロント、おそらくは99番でしょうか、見事対応しまして、このランを阻止し1ヤードロスに変えております。素晴らしい対応したのは99番の川本でした。桃山学院大学出身。さあ西宮サーダン6、この1回で攻撃、6ヤード突破なるでしょうか。ボールオン自陣49ヤード。さあパスは通って右方向展開を図りました21番。しかしこれを43番仕留めまして攻撃権更新ならずフォースダウンという形に変わります。プレッシャー殺到する中、クォーターバック18番、21番にランニングバックにパスを通し、そこからキャッチアンドランを図らせましたが、これを大阪ガス43番、見事に対応しまして、フォースダウンに変えます。パスをキャッチしましたのは21番の藤井、関西大学出身。これを仕留めましたのは43番の西野です。大手門学院大学出身です。西野美をブルーインズ、フォースダウン4、パントフォーメーションを取ります。これは絶妙のバウンドしましたパントになりまして、リターンすることをほとんど許さず、そのキャッチした時点で仕留める形で攻撃権が移行する形になります。攻撃権変わりましてテイクオーバー、大阪ガスに変わります。ボールオンの位置は自陣27ヤードとなっています。さあしかし攻撃権取り返した大阪ガス、自陣27ヤードからのファーストダウン10、1回の攻撃に入ります。さあ中央へのランプレーを投入しました。ランニングバック34番にハンドオフしまして密集点突入させ約2ヤードから3ヤードのゲインとなっています。託されましたランニングバックは34番の辰馬です。本日好調な辰馬にボールを集中している模様です。大阪体育大学出身。大阪ガスセカンドダウン7、ボールオン自陣30ヤード。ファーサー、ここで大阪ガスクォーターバック4番、右に流れてからすかさずワイドレシーバー縦に上がりました11番にパス。これを11番ディフェンス振り切りノーマークでキャッチしまして攻撃権更新です。大阪ガススカンクスファーサー、鮮やかなパスを投じたのはクォーターバック4番の真柴、大阪体育大学出身。取りました11番の平田も京都産業大学出身のプレイヤーです。さあこれにより自陣48ヤードから大阪ガスファーストダウン10。さあパスが通りました。モーションしました11番にしゃべりパス、下からの前パスを投じ、そこから11番キャッチアンドラー、スピードに乗りまして一気に右オープン駆け上がりまして約7ヤードのゲインとなっております。鮮やかなキャッチアンドラーにしましたのは11番の平田です。京都産業大学出身。大阪ガスセカンドダウン4、ボールオン相手陣45ヤード。
さあ今度は中央へのプレー、ランニングバック34番ハンドオフを託され密集点に突入しました。オフェンスラインともども並べ込みまして約3ヤードゲインとなっております。しかしディフェンス西宮も踏ん張りまして1ヤード確保しサードダウンという形に変わっております。さあ1ヤードの攻防になります。大阪ガスサードダウン、ボールオンは相手陣42ヤード。さあ中央行った。しかしこれは西宮が止めた。この1ヤードをランプレーによって突破図らんというところ。しかしここで西宮ディフェンス陣が殺到しまして最終43番仕留め、フォースダウンに変えます。見事これを食い止めたは43番の上山です。立命館大学出身。ここでホイッスル。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして西宮ブルーウィンズ0点、大阪ガススカンクス3点。大阪ガスがワンフィールドを決めましての3点をリードし、これより攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。